夫婦の朝。山本周五郎作。咲く。一。下月のよく晴れた日であった。お弓は明日の夜を連れて浅草寺にもう出たが、小春日和のいかにも心よい日差しに誘われて、ついに大川端の方へ足が向き、それから橋場の先まで歩いたので、帰りにはさすがに少し疲れ、茶屋町まで来て、 ふと、通りがかりの陰ゃへ、休みに入った。舌を焦がすような渋茶をすすりながら、お弓は摘んできたノイクの枝を揃えた。もう葉はしもがれているのに、鮮やかな紫のサンゴリンの花は、そのまま深い秋の色をとどめている。お物川の岸にも咲いていた。ふと、故郷のサンガが目に浮かんできた。 綺麗な色でございますこと。ヨネも目を細めながら言った。秋らしくていい花ね。一番好きよ。秋田へ行くと一面にこれが咲いているの。お物川という大きな川の包みなのよ。子供の自分親しいお友達と二人きりで誰にも教えない約束をして大事にしていた場所があったわ。あちらはずっと北国でございますかそう。 今自分は、もう雪だわ。おゆみは、遠くを見るように目を上げた。雪国で育った肌は、ぬめのように白く引き締まって、毎月目元の寂しい中に、あくまで赤い湿った唇だけが、身内に潜んでいる情熱を結んで見せたかのように生みかしい。江戸の下町で追い立った米などから見ると、それは怪しいほどの美しさであった。 あの、もしそう呼ばれて、お弓が振り返ると、着身女の一人がそばへ来て、ちょっとこれを、言いながら小さな紙片を差し出した。何の気もなく受け取ってみると、二つ折りにした中に何か書いてある。開いたお弓の目へ、いきなり、シンゴロウという署名が飛び込んできた。お話があります。友のものをお返しなさい。不承知なら。 そこへ名乗って出ます。その短い文字は、お弓の全身の血を凍らせた。息の止まるようなとは、このことであろう。お弓は、懸命に驚愕を抑えながら、素早くその紙片を丸め。わかりました。これで。と、銭入れから夢中で、いくらとも知れず取り出して、女の手へ渡し。よね参りましょう。そう言って立ち上がった。 震える足を踏みしめながら二三十件行くと、尖ったおゆみの神経はすぐに、後からつけてくる人の足音を感じた。承ちなら、そこへ名乗って出ます。そういう声を。すでに忘れて久しい男の青白い、目の鋭い顔が、ありありと思い出される。ああ、い,いよね。お意味は、ふと立ち止まった。 お前の家は確か、この近くではなかったかいはい。河野町と申しまして、ここから。いいからね。お前は家へ寄っておいで。私は出たついでに、これからお友達を訪ねます。口早に行って、銭入れを取り出し、これで、家へ何か買って行っておやり。まあ、あ奥様。日暮れ前に帰ってくればいいからね。そう言い捨てると、ヨネが口を挟む隙もなく、もう、 足早に歩き出していた。米が怪しみはせぬかという心配より、男が理不尽なことをしたらと思う方が恐ろしかったのだ。振り向きもせず、東本願寺の方へ曲がってしばらく行くと、後ろの足音がスタスタと追いついてきて、そこを左へお曲がりなさい、と囁いた。左側に、企業という料理茶屋があります。そこへ、お入りなさい。 もう、糸に操られる、デクのようだった。後ろから、ささやく、しゃがれた声の命ずるままに、料理者への横庭口から入ると、出てきた女が、心笑顔に道行く後から上へ上がり、長い廊下の端にある、小さな部屋へと入っていった。帰らなくてはいけない。こんな場所に、いてはいけない。乱れた胸いっぱいに、まるで、 誰か人がいて、わめくような声を感じながら、身動きもならず立ちすくんでいると、後ろから、老人亭の男が一人、刀を右手に、ぬっと入ってきた。お弓が、ぎょっとしながら振り返った。男は不健康な、青白い疲れた顔に、目ばかり大きく、ギラギラ光らせている。太い眉の片方を上げ、 唇を左へ歪めた、のしかかるような表情で。しばらくでしたな、お意味どの。そう言いながら、後ろ手に、襖を閉めた。二。コンロの上では、貝鍋が煮えていた。秋田の国元から季節になると、 名物のハタハタを雪詰めにして届けてくる。それが家臣たちにも少しずつ賜るので、故郷の山菜とともに塩汁で煮るのが冬になっての楽しみの一つだった。おゆみはそっと夫の横顔を見た。三右衛門は黙々と箸を動かしている。普段から口数の少ない方で濃い一文字前と髭の反り跡の青い角張った顎は、 ちょっと近づきがたいほどの威力を持っているが、何気なく振り返る時の表情や、ぽつりぽつり語る言葉の響きには、思いがけないほど温かな、底の深いものを感じさせる。加納三右衛門という名は、佐竹家でも、名誉の家柄で、食力こそ五百国足らずであるが、年寄りの格式を持っていた。どうしたのだふと サンエモンが目を上げた。ため息などついて気分でも悪いのか。はあ、い,いえ、別に。顔色も悪いぞ。お意味は、ぐっと喉の,の詰まる気がした。そして思い切ったように。実は、お願いがございまして。なんだあの、金スを少しいただきたいのでございますが。サンエモンはいぶかるように妻を見た。 おゆみは震えてくる声を懸命に抑えながら。実は、弟の半之助が、江戸へ来ておりまして。半之助が来た。おゆみの弟に、半之助というのがいる。まだ、前髪の頃から、悪道の群れと近づき、絶えず門着の種となって、親を困らせていたが、ついに身持ちが収まらぬため、十九歳の時、感動されてしまった。三右衛門は、 彼の少年時代を知っているし、感動されて以来、その行方が知れぬので、いつも案じていたのである。それはよかった。今どこにいる今日、戦争時の戻りに会いまして、いろいろと事情を聞いたのでございますが、ひどく苦労した様子で、すっかり体を悪くしておりますの。それはいけないな。江戸へ来たから、訪ねて参ればよいのに。とにかく、 明日にでも拙者が行って連れてこよう。どこにいるのだそれが、あの、握り合わせたお指の指は、じっくりと汗ばんでいた。半之助が申しますには、今の姿をご覧に入れることはどうしてもできません。これから上方へ行って修行をし直し、立派な武士になった上、改めてお目にかかりたいと申しますの。うん。 しかし、体を悪くしていては、すぐに旅立つというわけにも参るまいが。私、弟の心任せにしてやりたいと存じますが、お聞き届けくださいませんでしょうか。十金ほど使わしまして、必ず立派なものになるよう申しさとしてやりと存じますが。かしてきて、足掛け三年、苦労を知らぬ明るい気質で、眉をしかめること一度なかったお意味である。 それが今宵はすっかり取り乱し、唇の色もなく、黒い大きな瞳までが、愛眼の震えを帯びていた。いいとも。三右衛門は無造作に頷いた。半之助だってもう二十一歳になる。自分でそういうほどなら、本当に目が覚めたのだろう。では、拙者は知らぬつもりにしているから、お前、よく言い聞かせて、今度こそ、武士らしく、 立ち直るように言ってやるがいい。ありがとう存じます。おゆみの目に、ふっと涙が溢れた。ご迷惑をかけまして、本当に申し訳ございません。なんだ、おかしいぞ、泣いたりして。三イエは、微笑しながら箸を置いた。お前の弟なら、拙者にも弟だ。改まって、礼を言うなんて他人行儀だぞ。このくらいのことで、半之助が、 武士になれれば幸せではないか。しかし、今夜はハタハタが来たり、半之助の頼りがあったり、不思議と故郷に縁のある日だったな。お弓は、そっと目を吹きながら、フレッシュございます。と、心の内につぼやいていた。その明る日、勤めから退出してきた三右衛門は、妻が珍しく薄化粧をし、自分の好きな着物を着て、 けざやかに微笑しながら出迎えたのを見て、ほーっと目を見張った。おゆみの目は生き生きと艶を取り戻していた。行ってきたか。はい、行って渡してまいりました。夫の脱ぎ捨てた衣服を畳みながら、おゆみはすっかり元気になった声で。よく申し聞かせましたら、もう二度とご迷惑はかけません。必ず立派な人間になって。 お伺いいたしますと、泣きながら申しておりました。よかったよかった。三。半之助が真人間になれば、故郷でも心配の種がなくなるというものだ。それとなく、父上にお知らせ申すがいいな。はい。お弓は、ドキッとした様子だったが、 でもまだ、なんだか、知らせるには、早いように存じますけれど。すぐ出なくともいいさ。三右衛門は、妻の様子に気づかなかった。そのうち、ついでがあるだろうから、ともかくも、行方の知れたことだけは知らせるがいい。そうすれば、父上も、一応ご安心なさる。はい、はい。差しから、書いてあげてもいいぞ。い,いえ、私、そう申してやります。ああ、腹が空いた。 三右衛門は、閉めた帯を叩きながら、さあ、食事にするかな、と、今へ入っていった。三右衛門は、お弓と五つ違いの二十八であった。父が環状奉行だった関係で、二十歳の時に、江戸詰めの留守役を命ぜられ、今では筆頭の席についている。前にも記した通り、科目の立ちで、 別に、セコにたけたところがあるわけでもないが、駆け引きのいる留守役という職を、実に手際よく取り仕切るので、内外の票も極めてよく、家中の修票は、未来の環状奉行と決まっていた。おみは嫁いできてからしばらくの間は、黙って冗談も言わない夫は、いかにも近づきにくく、席払いを聞いても、はっと胸を躍らせるほどであったが、 いつか次第に気心が知れてきて、こんないいお方だったのか、とようやく気づいた時には、いつか自分が夫の静かな愛情にしっかりと包まれているのを知って、身の震えるような喜びを感じたのであった。意味は幸せ者よ。すでに三年になるこの頃でも、折に触れては心からそう呟くほど、 おゆみの生活は幸福にあふれていたのである。藩之助はもう出達したかな。明くる夜も三江門はそう言った。若い自分に道楽をするくらいのものは一度目が覚めるとびっくりするほど変わるものだ。きっと藩之助も良くなって帰るぞ。そうあってくれるとよろしいうございますが。早くいい頼りが見たいな。 そんなことを話し合ってから、五日ほど経った、ある朝だった。おゆみが出資する夫の支度を手伝っていると、歌詞の彦右衛門が、一通の書面を持って入ってきた。申し上げます。ただいま、見知らぬ使いの者が、この書面を持参いたしまして、奥様へ、お目にかけてくださるようと申しまするが。私におゆみは、さっと顔色を変えた。 受け取ってみると、表には、羽上様とあり、裏には、ファンの助としたためてあった。わかりましたと、歌詞に答えて、そのまま懐へ入れようとすると、ファンの助からだな、と、三右衛門が見とがめていった。開いて、読んでごらん。はい、でも、後で私が。読んでごらん。静かではあるが、拒むことを許さない小姉だった。 お意味は、震える手で、封を開いた。なんとも、申し訳ありません。いただいた金子で、すぐに髪型へ出立するつもりだったのですが、滞っている借銭などを払っているうちに、足りなくなり、太間がさして、爆地場へ入ってしまいました。旅費だけこしらえるつもりだったのが、逆に五十両を負け、のっぴきならぬ場合に立ち至っています。明朝十時までに、 この金ができぬと、おめの恥辱を受けなければなりません。姉上、誠に申し訳のないことですが。やはり行けなかったか。皆まで聞かず、三右衛門が立った。それっきりで、あとは何も言わず、大剣を刺して出る夫を、お弓は玄関へ送って出たが、そのまましばらくの間、そこに傍然と、椅す組んでいた。やっぱり、行けなかった。 夫の言葉が、ふと、口に出た。お意味は自分のつぶやきに、はっと気づいて、キラキラと光る目を大きく見開きながら、玄関の日差し越しに、空を見上げたが、そうだ、この暇まと、うなずいて立ち上がった。着替えをするのももどかしげに、急に入り用の買い物があるからと言い残して、家を出ると、七賢町の辻で籠を拾い、 そのまま、タウラ町の料理人、吉祥へと急がせた。四。おみが入って行ったとき、その部屋では、風邸の悪い三人の男が酒を飲んでいた。一度屋のシンゴロと名乗る老人者のほかは、二人ともゴロつきと見える男で、おみが入ってきたのを見ると、 いやしい愛想笑いをしながら、何やら取り持ちでもするという風うに、ふすまを開けて、どこかへ立ち去った。お意味は青白く、引きつったような固い表情で、立ったまま、宣告の書面を取り出し、これ、お返し申します、と投げ出した。まあ、お座りなさい。シンゴロしゃがれた、静かな声で言った。取っていたってしようがない、のそばへ寄って。 まず、手でも温めたらいいでしょう。これで結構です。ヌバメ様。お弓は、怒りを抑えながら。あなたは、先日お約束なすったことを、お忘れではございますまいね。私、ほっとのある体でございますのよ。あなたが、お体を悪くして、その日の生活にも困るとおっしゃったので、私、できないことを、無理にして差し上げたのです。それなのにまたこんな。 こんな無謀なことを言ってよこすなんて、あなたは、お弓をどう思っていらっしゃるのですかもっと、静かに話したらどうですそんなに一途に怒られてもしようがない。それでは、相談ができませんよ。シンゴロウは、唇を左へ歪めながら、まるで、お弓の怒りを楽しんででもいるように見上げた。相談など、する必要はございません。先日、お金を都合して差し上げたことが、 私の、ホチトでございました。これで失礼いたします。お待ちなさい。シンゴロウは、少しも騒がずに言った。お帰りになるなら、止めようと言わないが、予兆までに50秒、待っていますよ。そんなこと、お断り申します。無情なことを言うものじゃない。今こそこんなに落ちぶれているが、あなたにとっては、これでも一度は、夫と呼ばれた体ですよ。何をおっしゃいます何をって。 嘘だとでも言うんですか。唇を歪め、片方の眉を吊り上げながら、相変わらず、氷のように冷たく、静かな口調だった。あなたが十五で、拙者が十九の春、秋田の矢橋の丘で、行く末を語り合ったあの時のことを、あなたは、まさか忘れはしないでしょう沼部様。お意味は、さっと色を変えた。あなたはあんな、 子供時代の戯れを。子供の戯れだと言うんですかなるほど。そうかもしれないな。末は夫婦と誓いながら平気で可能へ嫁いったくらいだから、あなたは一時の戯れかもしれない。しかし、拙者はそうは思っていませんよ。私、末は夫婦などとお誓いした覚えはございません。それはあなたのお間違いです。誓いの運は水かけんだ。 ここでいくら論じたところで、拉致の悪ことではない。しかし、一応お断りしておきますが、拙者はただ、昔の思い出だけで、物を言ってるのではありませんよ。こういう品を、肌身離さず、持っているんだから。シンゴロウは懐から、一束の古い風書を取り出して、そこへ置いた。どんな文字が書いてあるか、あなた、よくご存知だろう。 おゆみだな。シンゴロは、初めてにやりと、励称した。拙者は困っている。五十両のお金が、ぜひともいるようなのだ。昔の恋人が、こんなに困窮しているのだから、五十や百の都合はしてくださるのが人情じゃありませんかあなたが、どうしてもできないとおっしゃるなら、この手紙を持って、カノを尋ねるだけです。カノは筆頭留守役。妻の昔の恋人なら、 五十両が八十両でも勝ってくれるでしょうお意味は立然と身を震わした。相手の態度の落ち着いた、どこまでも静かにじわじわと詰め寄ってくる調子は、まるで目に見える縄で、とえはたえにお意味を縛り上げるようなものであった。わかりました。お意味はかろうじて答えた。明朝、十時までに参ります。五十両ですよ。 相手の声も夢心地に聞いて、お弓はよろめくようにそこを立ち入れた。ヌバベ・シンゴ彼は秋田藩市で二百国の馬回りだった。お弓とは兄の友達として幼い頃から親しく、一時はまるで家族のように行き来したこともある。兄と弟の間に一人の女子として愛されて育ったお弓は、 美貌で再起のあるシンゴに、いつか乙女心のほのかな憧れを感じ、別に重大なこととも気づかず、その年頃にありがちな、物語でも読むような綺麗な気持ちで、幼い恋心を燃え立たせたこともあった。五。八橋の丘の青草にうずもれながら、お物川の流れを見て、半日。 一緒に暮らしたこともある。また、文を求められて、ここん集などから歌を弾いて書き送ったこともあった。しかし、それはどこまでも乙女心の夢のような憧れに過ぎない。一番身近なものに対象を置いて、まだ見ぬ恋の手習いをするというほどのものに過ぎなかった。無論、それがはしたないことだったのは事実で、自分でも、 それに気づくと、すぐ彼から、遠のいてしまったのだ。シンゴロは、美貌で妻子だったが、その二つの者のが身にわざわいして、まもなく、大きな不始末をしたため、藩を追放された。以来、丸八年。戦争時にもう出た帰りに、見違えるほど変わった相手を見た時でも、お意味は、ほとんどそのことは、忘れていたのである。そして、 病気で食うにも困っているからという相手に心を動かされて夫から金子をもらってやったのだ。しかしそれがいけなかった。この金は弟にやると言って持ってきたものです。どうかこれでご病気を治して立派な武士におなりください。といった言葉を逆に利用された。そして昔の踏み保護などを持ち出してさらに 五十両という大金をねだり出したのである。もし嫌なら、夫の元へ行くという。おそらく、本当に尋ねてくるだろう。そうしたら、夫はどう思うだろう。幼いタれレとして、小札してくれるだろうか。いいな、いいな、いいな。夫に知らせてはならない。お意味は、胸の中で絶叫した。今ほど強く、激しく、 夫を愛したことがあったろうか。お弓は空想の中で夫を抱きしめ、祈り、叫ぶように、若き過ちの許しを願った。しかし、そうする後から、慎五郎の冷ややかな目が見えてくる。五十両はさておき、十両の金も自分には得られない。もう一度、夫に頼もうか。そうすれば夫は自分で会うというに違いない。そして、 半之助でないことが知れたら、さらに、結果は悪いだろう。騒う,うと、家に帰った海は、まるで疲れたもののように、閉じこもった今の中で、いたずらに、おろおろと、時を過ごしていた。夫が帰宅した時も、米に知らされて、慌てて出迎えたほどであった。どうしたひどく顔色が悪いぞ。三衛門は、着替えをしながら、 加減が悪いなら、休まなくてはいけないな。お前が来てから、この家は、にわかに明るくなった。だからお前が浮かぬと、すぐ、家中の者のが陰気になる。以前はそんなことに気づかなかったが、不思議なくらい敵面だ。ご気分を損じまして、申し訳ございません。謝る奴があるか。お前のこと、心配しているんだ。三右衛門は笑って。風呂が良かったら、入りたいな。それから、 今夜は久しぶりに酒を飲ませてもらおう。はい。何か支度をいや、あるものでいい。夕食の後でちょっと外出してくるから。お出かけでございますかうん。ご仲間が集まって会をやるのだ。これから御用反対になるから、今の間に打ち止めをしておこうというわけさ。何の屈託もない、明るい調子だった。三モ門が明るいほど、お弓の自責は激しかった。 夫の健康な顎が、たくましく食事をする動きにさえ、胸を刺されるような苦しさが感じられる。五十両の金。何をするか知れないシ五郎、夫の知力。そんな言葉がキレキレに、乱れた頭の中で、火花を散らしながら旋回する。先に寝ていていいぞ。そう言って、三夜門が出ていくと、お弓の追い詰められた感情は もう、抜き差しならぬ絶望の壁へ突き当たっていた。心が狭いと一口に言う。言うのは男。男から見るとそうかもしれない。しかし女は、男ほど、生活の広がりを持っていない。観難に順応することはできても、これを打開する力を恵まれていない。のっぴきならぬ穴に追い込まれた女性が、多く選ぶ方法は。だから、大抵は一つところに帰着する。 もう、どうしようもない。お意味は決心した。今宵、一用を名残に、明日は行って、好みの,の締結を明かし、夫のお命になるものをぞいてしまおう。洋団子の中から会見を取り出してきたお意味は、暗闘の日に刃を照らしながら、いつまでもじっと見つめていた。 六。光門、ここだ。ほ、行ってまいりました。伝法院の土塀に沿って、片側は田んぼ。空は一面の星で、肌を刺すような北風が吹きつけてくる。三夜門は覆面をしていた。疑われはしなかったが、ええ、夜の方が一目につかぬから、茶餅の辻でお待ちになっていると申しましたが、三人ともすぐこちらへ来る様子でございます。ご苦労だった。 三江門は微笑しながら。では、もういいから、その方は帰っておれ。恋のことは、多分お気にするぞ。法政までもございませんが、私もここに。いや、いけない。固く首を振って遮った。その方がいたところで、邪魔になるばかりだ。それより、帰ったら、奥の様子に気をつけてくれ。奥様に何か別に死災はないが、頼む。早く行け。恋もは、心残る様だったが、 やがて、下屋の方へと、小走りに立ち去った。三門は、大剣の小口を切った。ずっと、見通しの田んぼから、吹き渡ってくる風は強くはないが、その冷たさに、指が凍えてくるのを、懐で温めながら、しばらく待っていると。やがて、田原町の方からちょが一つ、三人の人影が近づいてきた。二三軒、やり過ごしておいて、 ああ、そこへ行く方々、ここでござる。と、呼びながら出た。三人は、ぎょっとして振り返った。ことにシンゴロウは、お意味が待っているものと信じてきたので、とっさに、刀の使い手をかけながら、誰だ、誰だ、と、暗がりを透かすようにい、やい腰になった。何をそんなに驚かれる。気候の望み通り、五十金を持参したのだ。気候の方でも無論、約束の品は、 お忘れあるまいな。おゆみどの手紙か。シンゴローは手紙の束を出して、こっちはちゃんと持ってきている。だが、気候は誰だおゆみどのに頼まれてきたのかそれともいや、誰にも頼まれん。今朝、あの人の心配そうな姿を見て後をつけ、気候で、隣の部屋から死祭を聞いたのだ。余計なことかもしれないが、買って出る。 その手紙を五十両で売ってくれるかよかろう。商売は、節足を尊しとする。まず、金を拝ませてもらおうか。三右衛門は懐から、金包みを取り出して渡した。新五郎は用心深く、連れの提灯で、封を切って改めたが。確かに五十両、片付けない。と、懐へ、ねじ込んで振り返り。では、確かに受け取ったと。 お意味ろに、そう伝えてくれ。頼むぜ、三イエムそうか。三イエムは苦笑して。やはり、拙者と知っていたのだな。さすがに妻子沼部慎吾郎。今の駆け引きは見事なものだ。その際をうまく使ったら、立派なものになれたろうが。ふん。そんなごくは、家へ帰ってからにしろ。こっちは酔いさめが来そうだ。行くぜ。待て待て、約束の品をどうするほや。 おめえ本当に、この手紙を取り返せるつもりでやってきたのか冗談じゃねえ。殺せあれや金の鶴。まだまだ、当分の間、役に立つ品だ。こればかりの橋高値で、おいそれと渡せる者が、面を洗って手直してこい。言葉も態度も、がらりと、ゴロつきの少年を出した。三夜もはしかし、静かに笑って。そうか、では仕方がない。と、羽織りの紐を解き様。 ぬまめ、気候の少年は見届けた。生かしておけば、いずれ腰の名をけがすだろう。成敗するぞ。やるかと、叫んで身を引こうとした。しかし、それより早く、三右衛門が踏み込んだと見ると、超鎮の光を切って大剣が伸び、新五郎は右へ体をひねりながら、まるでつまずきでもしたように、ガクンとそこへ膝をついた。見ていた二人は、あっと、悲鳴のような叫びを上げて逃げようとする。 待て待て、逃げるな。三衛門は、激しく呼び止めた。貴様たちまで、切ろうとは言わぬ。早く医者を呼んで、手当てをしてやるがよい。片足はなくなろうが、命には別状ないはずだ。へえ<っ>。しばらく、どこかへ隠れていて、傷が治ったら、江戸を立ちのけ。拙者はこれから、五十匹盗難にあったと届けてる。まごまごしていると、縄にかかるぞ。へえ、か、か、かしこまりました。 というつもりであろう。三右衛門は手紙の束を抜き取ると、一応改めてから大剣に拭いをかけて鞘に収め。沼部、身に染みろよ。と、言い残して、大股に立ち去った。七。お意味は仏壇に、灯明をあげていた。寒気の厳しい朝で、指にかけた水晶の珠が、 骨へ染みるほど冷たい。肌も清め、髪も好き、肌着も白いものをつけている。これで、再び帰らないのだ。そう思っても、すでに覚悟はできているせいか、案外心は平らかだった。しばらく記念して、灯明を示し、もう一度、自分の今へ帰って、不始末なところはないかと改めて見た。夜のうちに、片付け物は済ませてあるので、 もう、遺書の上書きさえすれば出られる。これで大丈夫。と、立ち上がった時、庭の方から、よみ、と、夫の呼ぶ声がした。ちょっと来て、手伝ってくれ。あ、あ、はい。おみは、心を沈めながら、つつましく、縁側へ出て行った。昨夜の歓喜を語るように、外は、一面雪のような霜である。夫の三夜門は、 庭の下柱を踏みながら、枯れ枝を折って、小さな焚き火をしているところだった。なんぞ、ご用でございますかうん、そこにその、と、三右衛門は顎を上げて、古い手紙があるだろう。そいつを焼いてしまおうと思うんだ。お前、小さく裂いて渡してくれ。はい。お意味は言われるままに、縁側の端に置いてある手紙の束を取り上げたが、 その表を見、裏を返すなり、危うく、あっと叫びそうになった。どうしてこれがどうしてこれがと、目もくらみそうに驚いた。そのために、死のうとまで覚悟した自分の手紙。幼き日の過ちの手紙。どうしてこれが、夫の手にあるのかどうして、新五郎の手から、ここへ来たのかさあ、どんどん裂いてくれ。 サイエモンは勢いよく燃え始めた炎を見ながら促した。考えることはない。早く咲いてこっちへ汚さないか。焼いてしまえば灰になる。それですっかりけりがつくのだ。あなた、いいんだ。わかっているよ。サイエモンは何度もうなずいた。お意味は夢中で手紙を引き裂いた。その一通ずつが。 自分の命を取り返す救いの神のように思われた。サ三右衛門は裂かれた踏み保護を次々と日にくべた。薄青い煙の王は研いだような青空へゆらゆらと立ち上った。夫は知っていた。夫はシンゴロの始末をしてくれた。自分は許された。お意味は感動に胸を塞がれながら、 たもとで顔を覆いつつ、むせびあげた。三夜門は、振り返って、静かな声で言った。おいみ、お前は三夜門の妻だ。お前は三夜門を、もっと信じなくてはいけないぞ。喜びも悲しみも、互いに分け合うのが、夫婦というものだ。こんな、つまらぬことで、二人の間にもし、不吉なことでもできたらどうする。三夜門は船だ。 お前は乗り手だ。しっかりと、拙者に捕まっているがよい。拙者は、お前の夫だぞ。お意味は、涙のあふれる目を上げて、夫を見た。三右衛門は、微笑をしていた。そして、サモを心良さそうに、胸を張りながら、空を見上げていった。さあ、目を拭いて、二枚おいで、よく晴れている。お城の天使が、 霜で銀のように光っているぞ。